皆さんこんにちは、ランママです。今回はほんのりかぼちゃの風味のするフレンチトーストを作っていきたいと思います。かぼちゃ入りのフレンチトーストはいかがでしたか？ほんのりとしたかぼちゃの風味を楽しむことができます。またかぼちゃの皮にはベータカロテン、カリウム、ビタミン E、 食物繊維とかぼちゃに含まれるたくさんの栄養が凝縮されているために捨てるのはとってももったいないです。
皮のみじん切りをトッピングし栄養アップ。メープルシロップやアイスクリームで美味しさもアップしているレシピになっていますので、ぜひ作っていただきたいと思います。それでは今回も最後までご覧いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。